ネットのブラック探訪はなぜ削除されないのかという記事がね、つい、先月ね、ちょっと時間経ってしまったんだけども、週刊金曜日に載ってたんですね。で、これ書いてるライターが平野二郎さんっていう人で、まあ、この人はね、解放同盟の関係団体、例えばあの、なんだっけ、紳士大谷派のね、えー、そういう人権部門の機関士みたいなのを、 記事も書いてましたし、だからね、こういう、この手の記事のね、なんか受け負って書いてるっていうような感じですね。だからこれもね、なんか平野さん自身が積極的に書いたっていうよりは、なんか仕事として受けたんじゃないかなって気がするんですけどね。で、最後にね、こう書いてあるんですね。自転車の宮部代表は兵士の電話取材に対しこう述べている。 部落は江戸時代の差別とは関係がなく、戦後に政府が童話地区指定して作り出したとしか考えられない。どこが童話地区か、どこが童話施設かを言わないと部落をなくそうという議論もできない。部落を暴露しまくることで、部落と言われても誰も気にしなくなる。削除をせわったが、法的根拠がないので無視している。これね、平野二郎さんね、僕偉いと思うんですよ。あの、こういうね、反差別とかに関わってる人、 まあどういう人たちが多いかってみんな気づいてると思うんだけど、実はものすごく差別的でね、あの、偏教な人が多いんですよ。だからこんなね、まあこれだけでもね、僕のコメント載せたら、なんであの、差別者のね、言い分を載せるんだって言ってね、平野さんが求断されかねないんですよ。それでも載せてるっていうことはね、平野さん僕は偉いと思ってます。 まあ実際ね、あの、かなりはしょってるんですけど、はしょってあるんだけど、僕、あの、実際電話取材受けて、まあこういう感じのことを言ったんですよ。それで、まあ本題なんですけども、なぜ削除されないのか。で、結論としては差別禁止法がないからだと。まあ法的根拠がないから、居直ってるっていう、まあそういう感じの言われ方をしてるんだけども、うん。まあその、禁止っていうことに関してね、 よく法治主義というものがね、すごく誤解されてるところがあって、例えば、夫婦別姓だとか、あとは同性婚だとか、うん、認めろ、認めろって今はすごく運動がホットな話題なんだけども、認められてるんですよ。別に禁止されてないんですよ。ね。結婚した後も勝手に、あの、前の姓名乗るのはね、自由だし、で、同性婚だって別にやっていいんですよね。あの、事実上のことであれば。 まあ、養子縁組みしたりとかね、昔からそういうちょっとまあ脱法行為みたいなものはね、あったんでね。国がね、本当で禁止し,しようってなったら、まあまさにこういうことです。国が本当で禁止するってい,いうことは、もうあらゆる法令を使って、さらに法律上の根拠がなくても、何とかしてやるっていうのはまさに禁止っていうことなんです。だから僕はまさにそれをやられてるわけです。部落の地名書くなっていうのをね、国に禁止されてるんですよ。 法律上の根拠なんてどこにもないんですよ。ないのに、法務局のね、職員が、もうブラック解放同盟に脅された法務局の職員が、もうしつこく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 僕に対してね、言ってくるし、まあ僕は聞かないから、プロバイダーだとか、まあ僕と関係するようなね、周囲に対していろいろ圧力をかけてるんです。本当ストーカーみたいな感じでやられてますよ、僕は。今、国家の敵ですから。で、で、それでもう、法務局とか、 とかはもう参ってしまって、もうこれは法律がないとダメだなとか言って漏らしてるそうなんですけども。じゃあ差別禁止法。法まあ、具体的にはまあ差別禁止法っていうよりは、この部落探訪阻止法みたいなものをね。作るかって言ったらそれはありえると思うんですよね。うん、で多分ね。そういう場合ってね。 そのブラックの地名出すこと全般規制ってやったら、もう図書館とかね、あと解放同盟の機関紙なんかも出版禁止にしないといけないんで困るんで、多分、そのブラックの動画撮ってインターネットで公表してはならないとかでピンポイントで来ると思いますよ、多分。その まあなんとかしてね、その、ブラック担保だけを規制するために、そうやってずっこいこと多分やろうと思うんです。やると思うんですね。で、多分最初は理念法で来るかもしれないんだけど、でもまあ理念法だったら僕無視して構わないですからね。だけど次の段階で、例えばね、市町村だとか、まあ行政機関なんか主体となって仮処分をかけてくるっていうこともね、将来的にあり得るわけですね。で、まあでも刑事罰って、 というところまでになるとね、かなりハードル高いかなと思うんだけど、でも僕どちらにしろそういう行政が主体となってね、そうやってなんか強制措置を取る、取るってなったら、僕はもうちょっと堂々と違法行為をせざるを得ないかなと。やっぱり、憲法があるわけですよ。やっぱり。法律だから何でもやっていいっていうわけじゃないですよ。やっぱ、学問の自由、表現の自由、憲法で保障されててね。 で、学術研究を隠れみのに一人なしてるなんて言われてるけども、もう完全に学術研究になってるっていうことはね、視聴者の皆さんご存知だと思うんですよね。もうラムザイー教授の論文でも全国部落調査使われたし、で、実際その、もう絶対僕は行かなかったら忘れ去られてただろうっていう部落の歴史なんかも、このチャンネルどんどん発掘されてるし、役所のね、職員がね、私物化されて、ええー、まあ、同活されてね、 あの市民の税金が無駄に使われてたっていう、そういう事例も告発したし、で、さらにあの、松岡、松岡克美、三重県で委員長が、もうこともあろうに部落の住民を食い物にして金巻き上げてる、ね、自分の懐に入れてるっていうことまで、こっちは暴いてるわけです。だからまさにね、本当の意味で国民のね、 権利である報道の自由を行使してるし、学問の自由っていうのを僕は正当に行使してると思ってます。それでもこのチャンネル潰そうっていうんだったら僕はさすがにやっぱ憲法を根拠にね、抵抗せざるを得ないなと思ってるわけです。それは、その国民の権利である一方でね、やっぱし人権っていうものはね、普段の努力で守る義務があるんです、国民に。だから、 えー、法律作ってピンポイントでブラックタン保をやめさせようなんて来るんだったら僕としては抵抗する義務があると思ってるから今回はもう本当に徹底的にやるそこまでやるんだったら僕はもう徹底的にやろうかと思ってますでそこで皆さんにお願いしたいのはですねやっぱりねそうやって本気で潰しに来る前にもうどんどん規制事実を作っていって 行きたいわけです。だから、ね、このチャンネルをね、いろんな人に紹介してほしいんですね。特に部落の住民とかにね。で、あの、あの、同活音声動画とかね、あの松岡克美のあの、不正行為の動画なんかもね、ぜひぜひどんどんね、広めてほしいんですよね。みんな恐る恐るこういうの、こういうの見てると思うんだけども、うん、ぜひね、話題にしてほしいと。特にね、公務員の皆さん、あの、ぜひね、これをね、職場でね、紹介してほしいんですよ。 うん、その消化の仕方もね、こんなけしからん差別動画があるみたいな感じで、建前では紹介していいと思うんですよ。て推奨しちゃうとやっぱダメなんで、こう、なんか避難するのを装って宣伝してほしいんですよね。こ,こう、職場のね、こうなんか研修だとか、そういう勉強会みたいなじでね、こんなけしからんと、けしからん YouTube チャンネルがあるっていうことをね、ぜひぜひ取り上げてほしいですよ。この、 非難する差別サイトだって告発を装って広めるっていうことをどんどんやってほしいんですよね。あとね、まあ、公務員の方々にお願いしたいのはね、あの、IC レコーダー仕込みましょうねで。スマホで撮ったりとか、あと公文書のコピーとかして持って帰ったりとかぜひしましょう。結局ね、この童話対策に絡んでいろいろね、不正が行われてるんで、あの、自己防衛するためでも、ためにも、そういうのはやっぱ取っといた方がいいですね。 ということでですねあの、ぜひね、あの、このチャンネルが潰されないように支援して、支援していただいてですね、どんどんこのチャンネルがですね、この、童話にからも不正というものをどんどんなくしていってると、差別を解消していってるというね、既成事実をどんどん作っていきたいわけです。いかにね、あの、国が潰しにかかろうとですね、この、我々は正義なんだという既成事実をね、 作れば作るほど、こう、潰されにくくなりますので、ぜひね、あの、視聴者の皆さんのね、ご協力をいただきたいと思っております。ということで、今日の啓発動画でした。